すぎたどうもそうじゃないそうですということで、今回はですね6月27日に発売された週刊プレイボーイに井上凪ちゃんがね初登場、グラビア初登場してると思うんですけど、今日その週刊プレイボーイのグラビアのメイキング動画が公開されて、そのメイキング動画の凪ちゃんが可愛すぎるっていうね、だからもうこの動画ここで閉じていいので、あの今すぐね見てない人はもう今すぐねそのメイキング動画見てほしいなっていう、シュープレグラビアさんのあの公式ツイッターの方で上がってるんで、もうこの動画ねここで閉じていいんでもう閉じていいんで、もう大したこと喋んないんでもう閉じていいんで、今すぐね見てない人はね見てほしいなと思うんですけど、大反響お礼と乃木坂465期生メンバー井上凪ちゃんメイキング動画をお見せしちゃいますといいんですかとね、いいんですかと、ありがとうございますシュープレさんと分ぐらいの動画になってるんですけど、どこ見ても可愛いですそうどこ見ても可愛くてね、最初はあの黒い衣装で、ね、お花をバックに撮ってるとこのメイキングだったりとか、あとは海での撮影のとこ、ね、海を触ってるなぎちゃんの手可愛いですなんか自分で言ってて気持ち悪くなってきた、さすがにちょっと気持ち悪くなってきたけど、あとは浜辺を走ってるなぎちゃん、衣装を着たままね海にちょっとこう入って、でそしたら下の方が濡れちゃうわけですよ、ワンピースみたいな、下の方が濡れちゃってそれを絞ってるなぎちゃんとか、あとは笑顔のなぎちゃん、特にあの動画の最後の、笑顔のなぎちゃんマジで可愛いですそうマジで可愛い、だからこうね週刊プレイボーイの雑誌ではその写真なわけじゃないですか、その写真のと同じ衣装のこう動いてるなぎちゃんが見られるっていうそうメイキングだから、ね、メイキング動画なんで動いてるだけちゃんが見られるっていうことで、もう最高だなと、僕もうこれすでに10回ぐらい見てるんではい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ぜひこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるんで概要欄からフォローできるんで、そっちのフォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。バイバイ。